避難指示が発令されてます。慌てずに避難してください。神奈川県と箱根町は富士山と箱根山の噴火警戒レベルが5に引き上げられた想定で避難訓練を行いました。訓練では観光客らが警察などの指示のもと実際にロープウェイやシャトルバスを使って速やかに下山して避難場所に向かいました。箱根山ではおととし6月に小規模な噴火が起きていて、県は万が一に備えた避難準備を行うように呼びかけています。